エドコッチはアメリカ合衆国の政治家、連邦会院議員、第105代ニューヨーク市長を務めた。通称はエドコッチ。1924年12月12日にニューヨーク州ニューヨークモリザニア地域のブロンクスにてユダヤ人家族の家庭に誕生する。父親は毛皮職人で大教皇による毛皮コートの値下がりからニュージャージー州ニューアークに移り住んだ。 母親のジョイスは若くしてガンで亡くなっている。1941年から1943年にかけてニューヨーク市立大学シティカレッジに学ぶ。1944年9月、アメリカ陸軍の第104不評師団に徴兵され、シェルブールを目標としたノルマンディ上陸作戦に参加する。1946年には軍曹として名誉除退され、 ニューヨーク大学法学大学院に入学。1948年に法学士の資格を得て、1949年に刑事裁判を扱うことが許され、司法研修を始めた。1963年から1965年まで民主党のグリニチ・ビレッジ地区リーダー。1964年に宗教会代表となる。そして1965年に、 民主党の地区リーダーであるにもかかわらず、市長選挙で共和党のジョン・ギンゼイの支持を表明したことで注目を集める。1966年にニューヨーク市評議会議員となる。1969年から1973年までニューヨーク州17選挙区選出の民主党リベラル派会議員。1973年から1977年まで ニューヨーク州18選挙区選出の民主党リベラル派会議員となり、計9年務める。1976年には、ウルグアイの秘密警察に殺害の脅迫を受ける。1977年12月31日に、第105代ニューヨーク市長に立候補するため、会議員を辞職。1978年から1989年まで3期にわたって、 ニューヨーク市長を務めた、ありがとうございます。